おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は第一テモテ三章上司によるシェアリングです。で、昨日パウロ がテモテに言った言葉、この女性男性教会による女性男性についての話、祈りを通してこのテモテは教会の中にある困難に立ち向かうことができました。このエペソ教会がこのように、立ち上がるとき、この使徒の、使徒行伝ではこのエペソの教会がリバイバルにあると、そして非常に力を持った教会であると、で教会が、成長し、そして成熟していく中で、そこにはそれぞれ違い、役割に就く人たちが出てきます。このいろいろな、監督の職など。でパウロが手元に言います。この教会を立て上げるとき、どのように、リーダーたちを立て上げていくか、私たちはどのような神様に仕える人を育てたいか、で他の、観点から見ると、この使える人、器っていうのはどのような質であるのか、彼らの中でどのような人格を持っているのか、この神様の家の性質は何でしょうか、この監督の性質はどういうあるべきか、今のこの教会に当てはめることができます。私たちは聖リーダーの教会です。この神様に用いられる聖リーダーとなることができるでしょうか。兄弟姉妹はそれぞれ自分の使えるところ場所ミニストリーはありますね。どんな使える人を神様は喜べるんでしょうか。三章の今日のタイトルはこのしっかりと神様に歩み合わせているリーダーは神様の栄光の教会を立てる。監督や牧師、その人で彼らの歩みがしっかりとしなきゃいけません。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。その当時このような言葉がありました。人がもし監督の職に就きたいと思うのは、それは素晴らしい仕事を求めていることである、求めることである。その当時人々はリーダーになりたいと思って、人はリーダーになりたいと思ってました。そして神様のに仕えるこの責任を負いたいと思ってました。教会の中でリバイバルが起きているということです。皆がこの使えることに、使えることのそれぞれの一部になりたいと思ってました。この影響が、どんどん大きくなってきました。監督というのは、回収ではありませんね。監督ということはこの教会を管理しているもの、人々のリーダーということ、つまり牧師ですね。だからエペソの教会で いつこの監督という役が現れたんでしょうか。パウロがエペソに行った時、そこで3年過ごしました。そこで使いミニストリーをし、そして伝道しました。そしてこの力ある教会を立て上げました。パウロは異邦人のための使徒ですね。だからパウロは常に旅をしていました。この使徒20章ではこのエペソの前にこの聖霊様はあなたを人々を見るこの監督として立て上げたと。だから
この教会の中で兄弟姉妹がリーダーとして立ち上がったんです。リーダーたちは皆を見る、リーダーとならなければならない。使徒20章ですかね。28節ですね。あなた方、使徒の20章の28節の29節です。だから、あなたはこの羊たちをよく見ておかなければなりません。で、そして31節ですから、目を覚ましてみなさいと。涙とともにあなたは一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。だからエセポの教会はこのリバイバルが起きていました。で、昨日エペソの人々が、偶像礼拝をしていた。しかし偶像がなくなると彼らは職がなくなってしまう。しかし教会が変えられ、この偶像に関する書簡が全部燃やしました。でパウロは羊には牧師が必要だと。だから監督するものはこの長老たちです。だから今私たちの教会に適すると、あの牧師たち、また私たちの教会にたくさんセリーダーがいます。1000人以上のセルリーダーがいます。私たちは監督たちの役割に就かなければなりません。なぜなら私たちはたくさんの牧師がいて、またたくさんの羊たちを牧会しなければならないですから。私たちはよく牧会しなければなりません。そうするときに狼が中に入り込まないようにするためです。私たちは神様についていくことができるように。だからパウロはテモテにこう教えています。どのような監督が必要かと。この使徒として教会リーダーはしっかりと見極めなければなりません。このリーダーの人生歩みを立ち上がらせなければなりません。2節ですから監督はこういう人ではなければなりません。すなわち非難されることなく一人の妻の夫で自分を制し慎み深く品位がありよくもてなし教える能力があり、2節から4節、2節3節ですね。監督というのはそこには必須科目項目があります。で、非難されることがないように、罪がないということでしょうか。しかし私たちはみんな罪人です。私たちの、態度、そしてまたどのようにこの判断能力が必要です。私たちは愛、信仰によってしなければなりません。そうすることで私たちは非難されることがないように、そして清潔でなければなりません。この健康の中の、健康の中もこの清くなければなりません。また私たちの態度も、よく自制されているものでなければなりません。異邦人をよく、もてなしなければなりません。彼らがこの教会に来るとき、彼らは他の教会から来ているかもしれません。また信頼者かもしれません。よくもてなし、そして教える能力があり、教える能力というのは賜物です。彼らは神様の御言葉をシェアする能力があります。真理をシェアする。
ここには、長いリストのリクワイアメントがあります。この監督でも長老でもそれは同じことです。彼らに教え能力がなかなければなりません。このリーダーとして、またセルリーダーとして、私たちは教える能力がなければなりません。私たちが求めてそれを受けます。3節、酒飲みではなくて暴力を振らわず恩和で、争わず金銭に無欲で、私たちのこの態度のことを話しています。例えば監督によって、そこまで難しそうな、リクワイアメントではないですね。酒飲みではなく暴力を振らわず恩和で争わずと金銭に無欲で、この 今現代の教会でリーダーたちだけではなくて、信者として、またクリスチャン、イエス様を信じる者として、これは私たち皆に当てはまることです。でここでは特に監督、しかしとした監督のことについてです。この世の、価値観に影響されていない、ね、このその当時の世の文、その当時の文化というのは酒、よく、お酒を飲む、そのような文化だったんです。そしてお酒を飲んでしまうと、暴力的になります。だから監督に言っています。この世の、文化が教会に入り込んでたんです。ただ教会はこの世の、文化に引っ張られてしまっていました。ギリシャの文化です。ギリシャ文化というのは、口論するのが、討論するのが好きです。彼らは競争し、お互いに、口論するんです。で金銭無欲で、このエピソードは非常に、豊かな、町でした。このローマ文化に影響された町でした。このローマの、広場ではたくさんの彫刻があって、でこの彫刻というのは、この人が何か偉大な、ことを達成した人のこの彫像が、置かれているんですが、非常に、お互いに競争し、このお金を求める、そのようなものを、求める。しかしそれは間違っています。間違った、ビジョンです。私たちはこの文化の波から抜け出さなければなりません。この私たちの現代の、歩みに当てはまるのは、私たちはどのような文化に影響されているでしょうか。香港では、私たちも香港の文化に影響されています。例えばテレビをつけると、香港の人々は今このレストランの中で、これ10年前か20年前、全てのレストランの中にはテレビがあったんです。もうテレビ見ることがみんな好き。この文化っていうのは非常にテレビに影響されてました。10年前ですね。では今はどうでしょう。何が私たちに影響してる、それは、携帯ですね。ソーシャルメディア、これはこの世の、影響力です。中立、ニュートラルのようには見えますけども、
しかし私たちはこのメディアに非常に大きく影響されています。自分自身に課す基準が下がっていきます。10、20年前はあるテレビ番組は汚い言葉ばかり使ってました。次の世代を守るためにこのテレビ番組、しかし今のテレビ番組はどうでしょう。映画違いますね、全然。10年前とこの彼らが使っている言語は私たちの文化の一部となります。そしてで今の時代はオンラインですね。このソーシャルメディアでは彼らは、この中学生でさえこのオンラインに、つながることができます。しかし彼らの使う言葉、この性的なことやもう、オンラインではびこっています。これがこの文化の影響力です。この教会の中でもそうですね。聖リーダーたちはみんなこのような戦いに直面しています。私たちは知らずにこの影響にこの文化に影響されているんです。3節、このよく目を覚ましていなければならないということを教えています。4節5節、よくしっかりしている人は自分の家庭をよく治め、十分な意見を持って子供を従わせている人です。この監督として、この教会に対する監督ではなくて、私たちの歩みが合っていなければなりません。でも家庭でも監督であり、そして教会でもセルリーであり、私たちは七十よく勃開し、であなたが家に帰った時、あなたの愛は平等でしょうか。この歩みというのはこの教会で使っている言葉ではなくて、このパウロの教えでもあります。私たちがこのリーダーとなりたいと思ったとき、まず私たちの子供をよく勃開しなければ、この家庭をよく勃開しなければなりません。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会に背をすることができるでしょう。まず基準点は私たちの家庭をよく治めている人、よく家庭を治めている人がこの教会の監督になることができます。だから兄弟姉妹の皆さん、自分自身をよく見てなければいけません。この勃開、ユースを勃開する中で妻がよく私に言います。私たちの自分のセルメンバーに対して基準を当てます。彼らとよく遊び、そして教え、そして共に歩みます。しかし覚えていなければならない、2人の小さい子供がいること、何があっても私たちは自分の家庭をまず優先しなければならないことです。だからスクール、学校の授業参加のそのような行事ですね、
いろんなことありますけども、私たちはまずパウロが言ってるのは、この家庭をよく治める人、家庭をよく牧会できる人です。時々私たちはそれを忘れてしまいがちです。自分自身の、家族に直面する、リラックスしすぎの場面もありますね。しかしこの教会ではこのミッションを遂行するように、私たちはこの教会で働き続けます。しかし家庭に帰ると男性も女性も自分の、洞窟に帰ってしまいます。私たちは、内側も外側も、私たちの歩みがしっかりと合わせてなければなりません。6節、また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になった悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。彼らは監督になりたいと思っている人々に、パウロは彼らにリマインドします。これには時間がかかると。私たちにはこういう経過があります。良いイメージを、保ちたいという、この教会がいいイメージを保つようにと、そういうふうになってしまう傾向があります。しかし私たちはこの謙遜になっていけません。私たちは、内側でも教会の外側でも良い評判の人でなければならない。何節、悪魔の罠に陥らないため、この教会、この世の中にある教会、私たちはこの私たちの歩みがしっかりと合わせてなければなりません。自分自身をにリマインドしなければなりません。内側も、教会の内側も外側も同じでなければなりません。この教会での掃除などに私たちは気を使いますけども、家ではどうでしょうか。で、教会のお金を使うことに非常に気をつけますけども、経済、教会の経済などを私たちは気にしますね。この牧師先生や、教会スタッフに信頼されているかもしれません。しかし家庭ではどうでしょうか。私たちの職場ではどうでしょうか。神様、私たちを勇気づけています。私たちに、エンカールしています。13節、この歩みが合ってる、この歩みが良い、この監督というのは教会スタッフ、教会のリーダーだけではなくて、彼らは教会に仕えてますね。普通のミニスターだけではなくて、すぐに兄弟姉妹それぞれみんな違う賜物を持っています。私たちのこの人生のこのキャラクター、性質というのは、この1節から7節、また8節から13節をよく見てみると、同じ、基準です。同じこのリクワイアメントが書かれています。リクワイアメント、この8節、執事はまたこういう人でなければなりません。金言で、この二枚舌では使うんです。大酒飲みではなく、不正を利用、不正をむさぼらず、
この監督は教える能力がなければなりません。しかし主治医というのはしっかりと心理を保ってなければなりません。なので兄弟姉妹の皆さん、13節、また執事として仕えている人は、13節ですね、執事の務めを立派に果たした人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができる。私たちはリーダーに対して高い基準を設けようとします。私たちの周りのリーダーを見ると、でチェックリストを彼らに当てはめて、あの牧師はこのようなものだと、で教会の教弟姉妹はこう言います、この牧師のメッセージが一番好きだと。である人は、人々は、あなたのセリーダーは素晴らしいね、私のセリーダーはこんななのにと、これ現実ですね。しかし兄弟姉妹の皆さん、しかしパウロは手元に言ってます、で教会のこのような観点でリーダーを見てはいけないと。またあなたはセルリーダーかもしれない、またセルメンバーかもしれない、これは同じ必要条件です。神様の下さった権威というのは、権威は私たちに与えています。しかし私たちがこの歩む中で、賜物を使う中で、その私たちに課せられないという必要条件は同じです。私たちはこのような歩み方をしなければなりません。でも私にそんな高い基準を課さないでと兄弟姉妹は思うかもしれません。しかし私たちは神の教会を立て上げたいという願いを持たなければなりません。私たちはそれぞれ自分の役割を持って神様と共に礼拝しなければなりません。私たちは真理の中で、私たちの歩みの中で同じこの基準、必要条件を持たなければなりません。このつきたいと思うこと、この願うこと、この神様の臨在を持つというこの願いを持たなければなりません。14節からまた16節、神様は栄光な教会を立て上げたいと思っています。エペソは私たちにこう言っています。まずエペソビテの手紙ではパウロはエペソの教会を励ましていました。パウロはここで手持てを励ましています。このようにエペソの教会を立て上げるべきだと。栄光の教会とは一体どのようなものか。15節、それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかあなた方は知っておくためです。神の家の性質は何でしょうか。神の家でどのような行動すべきかと考えること。神の家、神の家っていうのを私たちはそれぞれ人間関係を持っています。
この教会をまるで団体のように思ってはいけません。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱または土台です。私たちが教会に来た時、私たちは真理を受けます。この教会に来るということは家に来るということです。この教会に行くということは家に帰っていくことです。だから神様はこの教会を立て上げたんです。神の家を人々が見つけることができるように。16節、確かに偉大なのはこの経験の奥義です。この奥義とは何でしょう。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。この教会は何がこの奥義かというと、知らなければなりません。イエス様が私たちの王であること、教会の生ける神とは何でしょう。なぜ生ける神というでしょう。それは私たちの王だからです。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、この諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられて、栄光のうちに挙げられた。で、人々は彼を恐れ、そして彼の栄光を見ます。なので教会には王がおられます。栄光の王が私たちの間におられます。私たちすることは神と合わされたこの歩みを歩むことです。私たちはこの神様を賛美しましょう。これで今日のメッセージを終わります。イエス様は私たちの主であり、この世界の主であり、教会の主であり、私たち個人の主であり、イエス様は私たちのセンターです。主、あなたを礼拝します。あなたを高く掲げます。
主賛美します、感謝します。あなたがおられるゆえに私たち教会あります。教会には栄光あること、あなたがおられるゆえです。私たち毎朝あなたの栄光を見えることを感謝します。毎日あなたの家庭霊的な御言葉を与えてくださることを感謝します。私たち毎日新しい視野、新しい希望を与えられることを感謝します。イエス様賛美します、感謝します。今日の御言葉では、もし誰から監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることであると。主が私たちに救い与えてくださっただけでなくて、私たちは監督の職に就きたい、それは良い立派な働きを求めることです。今2人をペアして、あなたは何、どういう職に就きたいかシェアしてください。あるいはあなたはどういう原因を持って、教会の職に就きたい、あるいは、どういう恐れがあってその職に就くことはできないことをシェアしてください。別の人を代わってシェアしてください。今あなたの心配、あなたの弱さ、あるいは疑い、シェアしてもいいですよ。
今お互いに祈り合いしましょう。信仰を持つように求めましょう。主の愛を今私たちの中に満たすように、主よ、心から深い慕い求める心を与えてください。聖霊様、今私たちの心に入ってきてください。主は私たちの心を燃やしてください。主、あなたに対する慕い求める心を燃やしてください。恐れを締め出してください。疑いを締め出してください。私たちの劣等感、失望取り除いてください。皆さん立ってください。今神様に呼び求めましょう。主よ、導いてください。主よ、導いてください。私たち教会に入って、この家に入って、家の中のすべての職を私たちつきたいと思うように助けてください。今神様に祈ってください。主よ、私これらの賜物をしたい求めます。私はこれらの身を欲しいと、私信仰欲しいと、クリスチャンの歩みには信仰欲しいと主に今言ってください。主、賛美します、感謝します。私たちに求める心を与えてくださることを感謝します。今予言を行いたいと思いますが、私たちのあるものを皆さんに分け与えたいです。私たち持っているものを皆さんに分け与えたいですね。で、あなたも持ってるその賜物を人々に分け与えましょう。みんな受けるだけでなくて、自分のあるものを分け与えましょう。ジョシュアから、イエス様の皆によって
神様から与えてくださったジュース、ジューサー、神様をワーシップ、礼拝するその力、あとドラマを劇をするそういう力ですね。ワーシップリーダーの賜物を皆さんに分け与えます。イエス様の皆によって、私教え能力皆さんに与えます。さらに私歌を歌うそういう能力皆さんに与えます。私のヒューマーあと喜び皆さんに分け与えます。したい求める心も私は、全てのものをしたい求めますね。あと子供を愛する、奥さん愛するそういう心も皆さんに分け与えます。イエス様の皆によって私信仰の油注ぎ皆さんに与えます。困難の中でしっかり立つことができますように、新しいことを私探索できるし、牧会の油注ぎ、喜び、信仰と愛、お母さんのその心を皆さんに与えます。あと憐れみ、神様からの愛、皆さんに分け与えます。あと私、ムーシーアイランド、癒すの島が欲しいです。私、小学校、中学校、そして、老人ホームセンター、作ってから癒すアイランド作りたい。アメン。あとステーラさん、イエス様の皆によって音楽、ウォーシップの油注ぎ皆さんに分けます。聖霊様からの教え、祈りと、ウォーシップですね。自分が神様の前に、礼拝、心を皆さんに倍に与えます。ティムさん、私教える力、神様の、言葉に対しての、その知識、そして、皆さん御言葉を理解できるように、聖書の言葉を教えることができるように皆さんに与えます。今1分間皆さんに与えます。あなたの能力皆さんに分け与えるように、今あちこち行ってもいいですよ。
ガラシマの皆さん、今日のメッセージは統合されるリーダー、そして栄光に満ちる教会であることですけれども、教会のために、私たちの教会の牧師先生のために、リーダーのために祈りましょう。彼らは統合されるその命を持つように、彼らは良い品位を持つように、彼らは自分の家も教会も管理できるように、さらに兄弟姉妹の、リーダーですね、聖リーダーのためにも祈りましょう。彼らも同じように品位を持つように、投稿される命を持つように、彼らのために祈りましょう。イエス様、感謝します、賛美します。イエス様の皆によって、チョシェ先生、シモ、そしてコアのコワカのことを祝します。主、彼らに信仰を与えてください。したい求める心を与えてください。恐れを取り除いてください。霊的な視野を取り除いてください。牧師先生、シモとコアのコワーカー、他のコワーカーも、彼らは信仰に満ちることを持つように、栄光のある教会に立っていることができますように助けてください。キョラ島の皆さん、祝福を受け取りましょう。天のお父様、感謝します。今皆さん、賜物を分け与えることを受け取るときに、あなたの喜びは本当に教会に満ちていることを私見えました。あなたは憐れみ深い、非常に豊かに祝福を教会に与えてくださることを感謝します。したい求める心すべて満足を得ることができますように祝福します。したい求める心すべて満足を得るように、主、私たちの心を空にしてください。私たちの心を祝福を受け取る内輪になりますように。主よ、あなた教会を油注いでください。教会は栄光に満ちる教会になりますように。さまざまな油注ぎありますように。すべての真理、奥義を守ることができますように。そして真理を教える力もあるように、イエス様の皆によって祝します。アメン。これで今日のモーニングディボーション終わります。